こんにちは、総会塾の久保です。8月といえばですね、やっぱり忘れ我々日本人に忘れてられていけないのはですね、やっぱりこう終戦の月だなということと、やっぱり命の尊さといいますかね、戦争の愚かさ、争うことの愚かさにまた気を止めなければならないかなと思います。そしてですね、先月のことですけども、例の京都アニメーション学院ですかね、いわゆる大きな放火事件がありましたよね。で、多くの方が亡くなられました。まあ、これについてもね、改めてご冥福をお祈りしたいということでございます。でこちらの方の判決はまだ出てないと思うんですけども、一説によるとですね、これちょっとね、どっかのハムスター速報っていうネットの記事に上がっていて、記事の内容自体は私読んでいません。タイトルだけ読んでるんですけども、こちらがですね、犯人とされる方、容疑者ですか、容疑者とされる方と言っていいのかどうか分かりませんけど、容疑者に対する一つの見解として、精神疾患により無罪の可能性が出てきてるわけなんですよね。まあ、これに対して私がね、けしからんとかなんとか言うつもりはありません。私はここの事例と、それから今までの精神疾患によって無罪になってきた人々がね、たくさんいるっていう現実を捉えて、一つの大きな懸念を持ってるんですよ。それはですね、精神疾患を持った方が犯罪を起こしやすいっていうムーブメントが起きたり、精神疾患を持っている方が犯罪を起こした場合ですね、それが無罪になって、無罪になるってことはまた社会にその方が出てきて同じようなことを繰り返す可能性があったりとか、まあ、いわゆるね、容疑者の方が無罪になったとしても、その方が誰かはっきりすることによって、その人と付き合いたくないわ、その人の家族と付き合いたくないわみたいなこの風潮が出てきて、まさにこれをね、拡大解釈する方も出てきて、精神疾患がありそうな方は危ない人っていうふうに一括りにしてしまう可能性があるんですよね。まあ、このぐらいだったらまだいいんですけども、将来的には劣悪遺伝子排除法みたいなのが出てきて、ですね、人が生まれて成長する過程で、例えば10歳前後で、この人の精神疾患度をテストしようみたいな感じになって、そのテストに落ちたら全員粛清されたり監禁されたりみたいなね、こんな凶悪なね、恐ろしい身の毛もよだつような法律ができてしまうんじゃないかなっていうふうにちょっとだけ思うんですよね。これは歴史上事実がなかったわけでもないんですよ。こういったことって結構あって、精神的レベルの低い方とか、それから所得の低い方とかね、それから一定の権利を与えないみたいなことも当然あったわけですよね。最近まで日本も高額納税者しかその選挙権が与えられないみたいな、こんなね、人種差別といいますかね、ヒエラルキーがあったわけなんですよ。で、歴史を紐解いてみたら、一人の専制君主者がもう意図的にですね、自分が思った通りに粛清したりとか断罪したりとか、処刑したりみたいな、ね、こともあったわけですよね。それは人類が未文化だったからしょうがないといえばしょうがないんですけども、今この現代においてもですね、そういった風潮が出てくるんではないかなというふうに、このタイトルを見て思ったわけなんですよね。もちろん私が勝手に思うだけなんで、私の考えがね、歪んでいるのかもしれません。ただ一つの懸念として、精神的にちょっとね、疾患があると認められた方は罪を犯しても無罪になる、もしくは罪を犯しやすいんだっていう風になってしまうと、その方とやっぱり距離を置きたいって方が出るのは、これしょうがないことだと思うんですよ。だって法的に無罪が保障されると、その方がまたね、社会に出てきて、人と付き合っていくわけですよね。で、その人と付き合いたい方がいっぱいいればいいですよ。いっぱいいない場合は結局こう抹殺されていくってことにもなるのかなということもあって、繰り返しますけども、劣悪遺伝子排除法なるものがやっぱり過去にね、何回か人類の歴史で使われてるわけなんですよ。要するにこの人は危ないから、ちょっと排除しようかなと、殺してしまおうかなってことですね、粛清っていうのは。で、そういうふうにして一定レベルの知識や判断力がない方を抹殺することによって、優秀な人類だけが生き延びるような思想っていうのはね、やっぱり今でもあるわけなんですよ。だからこれを、ちょっと私のね、解釈が突飛すぎるのかもしれませんけども、確かにね、誰でも彼でも有罪にすればいいってもんでもないですし、一定のレベルで精神的疾患があるから、これは罪には問いにくいよね、責任能力ないよねっていう風なのは、当然法律でも担保されたことなんで、そこについてはね、今のところ私は文句を言う立場ではないんですけども、これが進んでいくと、繰り返しますけども、この人たちは危ないから、もう早めに事件を起こす前にね、ことを起こす前に消してしまおうかなっていう人が現れないでもないかなとか思っちゃうんですけど、皆さんいかがお考えでしょうか。とにかくね、人類ってのは本当に愚かなことを繰り返すわけですよね。憎くもない人を殺す、これが戦争だったりするわけですよ。憎い人を殺す、これが戦争でない時に起きることなんですよ。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。ということで、今日のニュース一旦終了です。